こうじゃない、こっちのこの右手のはい、これが似合ってます、うん、そう、そこをちょっと、まあ極端にここは入ると字が絶対こっちが入るんですよ。でもこれがこうだとこっちが入る、うん、これがないとこういう状態だけど、入るとこうやって入る、はい、口で王ちゃんは今ポーンって柔らかくねって言ってもこの辺なんですよ。あ、そうです。だから柔らかくねって思ってるのに自分の中で無意識で抑えてる。例えば韓国の選手とかかっこいい、いわゆるフィジェン選手とかと綺麗な線の選手たちは結構ここが動くからもう到達するから別に動く必要はそんなにないわけ、うん、そうだから軸取りもうまいし、うん、まあ、こうじゃなくてもポーンって言ったらこれだけでいい。でそのままフィニッシュ、そうそうそう、そうすると一塊じゃないからラグも作りやすいし、でそのためには入ってじゃこの運動量増やす、そうすると手打ち、手打ちじゃないんだけどここの運動量増やすと体で打つ感じでしょ、ここでここまで到達するでしょ、ピョン。前の動画でも肩甲骨が動いてないっていう、あの今の打ち方で、前の人がこうやって打ってたら何も動かない、そうそう動かない、向きから蹴るだけ、でもこうやってやったら肩甲骨がちゃんと稼働するわけ、なんかそうちゃんと動くから、うん、こうやってそう、だから王者なんか調子悪くなったらすぐこれやればすぐ治るんですよ、うん、そう本当にどんどん今日のその右手の配置ついて、右手のバックスの下、これもやるやつ、そう、そっちの方がいい、自分はここにいるのに、このフィーリングが欲しいコース、自分はここにいるのに、そう、で、これ今ちっちゃく打ってるけど、思いっきりクラブ思いっきり活かしてみる、自分はここにいる、そう、これでいいじゃん、こんなんなの、そうそう、ズルしてるみたい、すごい無駄だよ、私そう、無駄なことばっかしてんの、みんな本気でゴミ叩いてるみたい、そう、こうやってパッ、そう、だから本当そう、初めの頃に言った通りだ、ゴルフ用の動きっぽいのがなくなるというわけ、トッププロたちが映像がこうパーシンプルに見える選手たちはもう90-10 90-10? とか、まあイメージの世界、そう、ここじゃなんかそう、だから無駄な動きはゼロ、そうそう、だって今こうやったら打てるでしょ、あと左に乗ってるだけじゃん、思わなかったね、ゴルフはこの辺パンってやっちゃいけないと思ってた、思ってそう、でもなんかね、こういうのダメだと思う、短く感じる、そう、なんかこうしないと長く感じるじゃん、ダメだ、でも今こんな感じでしょ、パン、うん、そう、アンデコの選手のインスタとかでもさ、なんかすごい綺麗じゃん、シンプルな動き、うん、こうやってるから、だからこういうフィニッシュになる、なるアンデコのなんかインスタとかで、そう、で絶対足が後から上がるって感じ、上がる、この感じでしょ、自分が下向いてる間に打てるから、ボールも普通に見てやられるんですよ、ゆっくり見てやられるんですよ、もんやる、そうそう、はい、お前だ、お前だ、どうして待ってる、最後の最後通り過ぎてから、そう、通り過ぎんの、いったなっつってからそうだ、そうそう、そう、目線勝負、目線練習、通り過ぎたでしょ、そう、やばいやばいやばい、素人にあんまりいないよ、でもこういう人が多い、いる、そう、本当にマジで、そういいなって人、こういう感じでしょ、なんだんだヘッドスピード速いんだろうみたいな、でもこうやってヘッドスピード上げるでしょ、ここでピャッて見ない、でね、これを見る必要性があって、なんでかって言って後でも多分見るだろう、はい、自分はなんかこんなんかダサい、なんかそう、分かる、分かるでしょ、こういう感じは、そうそう、ゴルファーとしてはゴルフやってる人とかゴルフスイング好きな人からするとズルしてる感じとか、でこんなんでいいのっていう感覚の感じ、青木さんっぽい、そうそう、そういうこと、そういうこと青木さんのイメージしてやるとこんな綺麗な、なんでこんな感じでしょ、うん、そう、今のとこね、今のとこ見てすごい綺麗なんで、なんじゃん、これじゃん、このフィニッシュ感これでしょ、よくインスタでさ、なんかさ、韓国の女子プロが出してるじゃん、あれみんなこのフィニッシュじゃない、うん、プンって感じ、ほら、振ってからめっちゃ回ってるでしょ。